こんにちは、ベルと言います。今回は、僕の乗っている JA59、スーパーカブ110で小坂の自宅から、仙台までツーリングに行ってきた、動画となります。まあ、まっすぐ仙台に向かったっていうよりかは大阪から名古屋、長野に行って、で長野から一度東京の友人の自宅に寄ってから、千葉を経由して茨城、福島で仙台と、北上していきました。仙台からは、太平洋フェリーに乗って名古屋に帰ってきて、そこから自走で、大阪に帰ってきたって感じですね。今回初めて、太平洋フェリーに乗って仙台名古屋間を使ってみたんですけど、その辺も含めて、いろいろと、動画にしていけたらなと思ってますので、よかったら見ていってください。出発が朝の4時ぐらいに出発したので、途中で、寒くてしょうがなくなったので、コンビニによって、ライトダウンジャンパーを着込んでいたところです。でまた出発ですね。大阪の自宅からは国道163号線を使ってひたすら東に向かっています。目指すところはまずは名古屋ですね。でだんだん朝の5時ぐらいになって、日が昇ってきました。僕ってこういう朝日とか夕日とか見るときって空に全く雲がない状態よりも雲があった方がなんかこう綺麗だなって感じるんですよね。というのも横から雲の横からあの太陽の日が差してなんか独特の空の感じになるというか、なんであのこういった雲がある朝日という日が好きですね。ああまさにこの感じですね。出発した日なんですけども、10月の10日に出発したんですよね。特に何も考えずに、夏が終わって過ごしやすくなったので、そろそろロングツーリングに出かけるかと思って、10月の10日に出たんですけども、この後に3連休が控えていまして、スポーツの日というのが、月曜日が祝日でありました。なので、それで3連休になってるんですけども、そのことを全然、理解せずに出発して後で後悔することになります。でまた名古屋の入ってから、そこでたまたま出会った、バイク乗りの、人とおしゃべりすることになったんですけども、まあ、年齢は僕と同じぐらいで、向こうから話しかけてくれて、でなんか最近若い人に話しかけにくくなったねって言って、なんでですかって言ったら、いやなんかナンシーおじさんとかって言われる可能性があるからさっていう話になって、ナンシーおじさんっていうのは何かというと、まあ、ツイッターとかであのよく流行ってたんですけども、その大排気量のバイクに乗っているおじさんが、まあ、小さいバイクって言ったらまた語弊があるのかな、あの中型とかのバイクに乗っている人、若者にあのこれ何 cc って聞くだけであのマウントを取られてると勘違いして、ナンシーおじさんっていう風に、名前が付けられてるみたいです。まあ僕もそれはちょっと気になってて、若者になんかこう声かけるだけでマウント取られるっていう風には思われるんじゃないかなと思うんで、 BM の大きいバイクに乗ってる時なんかはまあ自分から若い人に話しかけないようにはしてましたね。まあ、基本的になんかどっかで出会っても自分より年下の人にはあんまり話しかけないかなっていうのが本音ですけどね。やっぱり年上の人に声かけられたらそれだけで若者は気を使うと思うんで、でまあいろいろと話も盛り上がって、あのまあまたどこかで会えたらって言ってあのお別れしたんですけど、まあ某ジーンズメーカーに勤めるめちゃくちゃイケオジの、男性でした。動画は、もうすでに長野に入ってるかな。セルフで給油したんですけど、レギュラー191円という、かなりの値段でした。やっぱり山の方に入っていくとどんどんガソリン代が高くなっていきますね。
プラントから遠くなると輸送費がかかるからだとは思うんですけど。で、ぼちぼち、キャンプ場に近くなってきたので、どこだったっけ。で、買い物をして、キャンプ場に向かっています。どこのキャンプ場かというと、前回もちょっと、泊まった、木曽駒冷水公園キャンプ場ですね。そこは予約も、いらないので、とりあえずそこに向かっています。相当大人気キャンプ場ということで、埋まっている可能性もあるかなと思ったんですけど、まあ完全にただの平日だったので、テントを張るスペースがあることを信じて、向かっています。まあもうキャンプ場の目前って感じですね。この辺はなんか、リゾート地みたいな感じになってて、多くの企業のなんか、別荘みたいなのがありました。途中でサルさんに見かけて、どうもなんかこの木曽駒冷水公園は、あの前回行った時もそうなんですけど、熊の目撃情報が結構あるみたいですね。まあまあそれだけ自然深いっていうところなんでしょうね。まあこれから利用するかもっていう人は熊スプレーとか持参してた方がいいかもしれません。あとは匂いの出るものを、外に置いておかないとか、寝るときだけは車の中で寝るとか、そういうふうな工夫があった方がいいかもしれませんね。で、木曽駒冷水公園キャンプ場に到着です。まあご覧の通り、意外とというか、まあ全然空いてました。平日はこんな感じなんですね。まあ今はまだ日が高いのであれですけど、夕方にかけてもう少し、人がやってきました。で、今のが下のキャンプ場サイトの様子で、上のサイトの様子もちょっと見ておこうと思って今移動してます。ここ思ったよりも砂利がすごいふかふかなんで、大型バイクとか乗ってて足つきがもうギリギリの人は、あの結構慎重に走った方がいいと思います。まあ、特にオフロード走行の経験がない人とかは、びっくりしちゃうかもしれないです。まあ、上のサイトもこんな感じで割とガラガラですね。まあ、ガラガラってほどではないですけど、貼ろうと思えばまあどこでも貼れるかなって感じでした。まあ、やっぱりあの施設の、あの中心にあるあのお買い物とかトイレとかができるところがの近くが人気ですね。で、なんか前の動画出した時にまだまだサイトあるよっていう風にコメントをいただいたんで、本当かなと思って上の方に来てみました。どうもこことかもサイトになるんですかね。なんかキャンプサイトっていう風に看板が出てたんで、まあそれを信じればサイトだっていうことになるんですけど、ただ近くにトイレとかが全然なくて、ここからあの下のトイレに行くってなったら相当歩かないとダメだと思うんで、なんか現実的ではないなって感じですね。まあ、これがあのキャンプサイトって書かれてるところですね。あの看板ですね。入り口にキャンプサイトって書いてあるんで、まあキャンプサイトなんだろうと思うんですけどね。誰も貼ってないし、今回はここにも貼れるんかなと思って、諦めました。で、テントを張って、早速夕ご飯かな、まあ、朝3時ぐらいに起きて走ってるんで、僕にとってはもう十分クタクタでした。見上げると雄大な山々が、見えました。まあ、そんな感じでとりあえず夕方の4時か5時ぐらいに1回お腹いっぱいになって寝たんですよね。寝袋腹にかけて、そしたら夜にあの寒くて目が覚めたんで、また夜中にラーメン作って食べて、寝ちゃいました。まあ、こんなことばっかりやってるから全然痩せないんですよね。はい、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。